どうも、ねずっちです。昨日はですね、川崎市の成人式ね、ステージやってきたんですけど、今あれなんだね、成人式って言い方しないんですね。18歳成人になりましたんでね、昨日はね、20歳を祝う集いっていうね、言い方になってましたけどね、3回ステージ、川崎市の、各地区ごとに住んでる、地域に住んでる人でね、分けてたんですけどね、その1部、2部、3部でやっぱノリが違うんですね。2部がね、結構、元気な若い人が多くてね、謎かけすると、いいよって言ったりとかですね、ブラボーっていうね、そういう子なんかもいましたけどね、女の子たちは本当華やかなね、格好をしていましたよ。まるでね、ちょっと天気が怪しいなっていうのと一緒だね。そう、降りそうでっていうね。とにかく二十歳というのはね、今になっては大した問題ではないっていうのと一緒ですよ。どういうことかって、もはや10代ではないっていうね、もっと言ったらね、二十歳というのはね、アラームどんなのをかけたのっていうのと一緒だね。大人になるって。ねずっちです。ではまた。